ても残念でした。あの日君がホワイトジーンでなかったことが、スカートもいいけれどホワイトジーンならもっとかっこよかったと思います。あの日の映画ダーティーハリーはどうでした。君はニュースの方が楽しそうだったけれど、クリント・イーストウッドっていいでしょう。今度も学割で見られたらと思います。帰りに飲んだコーヒーは美味しくなかったね。たっぷりミルクを入れた方が良かったみたい。昨日インスタントコーヒーを一瓶買いました。うちで飲むコーヒーってなぜまずいんでしょう。今度お金が入ったらテレビを買おうと思います。隣の田中さんがカラーテレビなので深夜劇場まで見せてもらっています。でもいつまでもそうしてはいられないでしょう。田中さんの奥さんがとってもいい人で、今朝もベーコンエッグをごちそうになりました。おかげで僕は元気です。この手紙を急ぎでポストに入れてきます。思い出したことがありました。僕と映画に行ってコーヒーを飲んだことを、もうお母さんは知っているのでしょうか。もう僕のことも話したのでしょうか。バス停まで送って帰り道に考えました。お母さんは君の話に微笑んでくれたでしょうか。まあいいや、髪が残り少なくなりました。田中さんからもよろしくとのことでした。ごきげんよう。